漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方とはどんなものなのか、漢方薬について優しく丁寧にお伝えしていきます。紹介してくださるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、初めてでございますけど、ね、そうなんですよ。初めまして。初めましてです。はい、よろしくお願いします。漢方について私も興味があるので、はい、今日このコーナーすごく楽しみにしていました、はい、あ、そうですか。いろいろ教えてください。先生に任せたけど大丈夫です、はい、さて、そういうわけで大木先生、はい、今日のテーマは何でしょう。はい、今日はですね、耳鳴りとめまいについてお話しさせていただきたいんですね。耳鳴り、はい、めまい、ね、大木先生、改めてなんですけども、はい、そもそも、はい、耳鳴りとかめまいっていうのは、はい、どういったことで起こってしまうんでしょう。はい、まずこの耳の中にはですね、三半規管という、うん、まあ、本来は平衡感覚を司る、はいはい、器官があるんです。グリグリってしてそうです、この縦の回転、斜めの回転ですね、はいはいはい、まあ、要はこの三半規管のですね、機能低下、まあ、これがまず一つの原因で、うん、あと神経伝達がうまくいかないことで、まあ、起こってくるという部分ももう一つの理由なんです。なるほど、なるほど、はい、でまたですね、うん、耳鳴りやめまいに関しましては、うん、他の疾患によって、まあ、起こってくるというケースもあるんですね。他の疾患から、はい、耳鳴りしたぐらいで何かあるんですか。そうなんですね、今画面に映ってますようにですね、うん、この耳鳴りめまいに関する疾患ということで今映ってますけども、うんうん、まず自律神経失調症、あと脳梗塞、うん、あと高血圧症、あとミニエルシビオ、こういうふうなものでもですね、この耳鳴りめまいが起こってくると言われてるんですね。耳鳴りやめまいの症状が続いている場合は、はい、他の疾患の可能性も考えられるんですね、はい、まあ、だから軽く見ちゃいけねえってことなんですよね。そうですね、それが何かのサインかもしれない、はい、そうなんですね、ということですよね、はい、いや、それでは耳鳴りめまいの症状で悩んでいる方の症例と改善例をご紹介していただきます。はい、お願いします。了解しました。こちらの方はですね、1年半前からですね、耳鳴りめまいでお悩みの方の症例なんですね、うんうんうん、でこちらの方のですね、まあ、自覚症状なんですが、まずそのキーンとかジージーという音がですね、こう常にこう鳴っているために寝つけないと、で回転性のこうめまいが起きてですね、吐いてしまったこともあるんですね。あ、はい、苦しいよね、はい、で週にですね 2,3 回こうめまいを起こす、まあ、発作が起きるんですね、うんうん、でひどい時はですね、この頭をこう上にこう持ち上げただけで、まあ、めまいがして気持ち悪くなってしまうと、うん、はいはい、で頭重感があってですね、胃腸の調子があまり良くないんですね。胃腸が弱いんです。で以前自律神経失調症で通院してたという経験があってですね、うん、ご相談時にも、まあ、病院の方から耳鳴りめまいのお薬を服用していますという方の症例なんですね。なるほど、はい、おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね、両桂十漢湯というお薬を、まあ、服用していただいたんです。これはでこれはですね、伏龍、桂枝、白術、甘草という4つの生薬からできた、うん、水の流れを調節しながらこう耳鳴りめまいを治していくお薬の一つなんですね。なるほど、なるほど、はい、どういった改善をされたんでしょう。はい、まず服用して1ヶ月経った時点ではですね、胃腸の調子が良くなってきてですね、頭重感が取れてきましたという、まあ、そういうようなコメントをいただいたんです。はい、ほう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 。で3ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りが小さくなってきたんですね。お、はい、で5ヶ月経過した時点では耳鳴りがさらにこう小さくなってですね、夜もこう眠れるようになってきたんです。うん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 、で7ヶ月経過した時点ではですね、この左耳のこの耳鳴り、これが時々あるんですけども、うん、めまいもほとんど改善されて体調は非常にいいという方の症例なんですね。なるほど、なるほど、はいはい、まあでも確かに耳鳴りがずっとしてる気持ちるし、なかなか落ち着かないでしょうし、はい、だからあとめまいもそうですけど、はい、先生ちょっとお聞きしたかったんですけど、はいはい、これからまあ200とかに近くなってね、はい、台風のシーズンじゃないですか、はい、で急にこう気圧がガーンと起こったら、はい、なんか頭がこうフラフラするとか、はい、なんとなくこうそういう方いらっしゃるんですけど、それもなんかこう要因の一つとかにもあったりもするんですかね。そうですね、やはり気圧という部分もやはりこう体の基本的なそのバランスが崩れてるとやはり影響を受けてしまいますんで、うんうん、めまいだとか耳鳴りの、はい、原因の一つになってくると思いますね。そうか、はい、まあ要はだから僕も一度だけその、はい、めまいしたことがあって、はい、もう
あの鏡で見たらあの黒目がビク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 動くって、そうですね、お、はい、俺どうなっちゃうのみたいなことになったんですけど、はいはい、まあ、知ってるのか知らないのかでも大きく違うと思うんですけども、はいはい、まあ、その時はもうとりあえずその場にしゃがみ込んじゃったんですけれども、はいはい、なんかそういうのってなんか布団からね、こう首をこうやって、お体を、はい、起こす瞬間でグワーンと回ったり、はい、縦に回ったり、はい、あれ縦に回るとか、ま、横に回るとか言ってあるんですけど、はいはい、あれって何か違うんですかね。いや、ですね、まあ、基本的には人それぞれやはりその体痛によってそういうふうな形になっていくと思うんですけども、基本的にこう前に回ったりこう回転性という部分の中では、うん、やはりあの三半規管の、まあ、まあそのバランスの崩れによって起こってくる、うんうんうん、まあ、そういうふうな形でその人によってはこう前にこう回るような、でその人に、まあ、別な方に関してはこう回転性の、まあ、いる先生ね、はい、めまいとか耳鳴りとか、はい、その起こさないようにっていうのがなかなか難しいと思うんですけど、はい、何かこうどういったことに気をつければいいかっていうのがありますかね。そうですね、まあ、いろいろそういうふうなこうアドバイス、細かいことをするとたくさんあると思うんですけども、はいはい、まず大切なのはやはりその規則正しい生活、これをもう本当にこうめまいの方なんかはしっかりしないといけないなってよく言われるんですね。正しい生活、もう起きる時間、寝る時間、して食事の3食の時間、もう時計のようになんていうふうなこうちょっと強烈な言い方をされる方、無理やな、はい、テレビ業界の方がちょっと無理やな、あとは、あとはやはりストレスをまあ溜めると、やはり先ほど言ったその体のバランスが崩れやすいんで起こりやすいと、はい、わかりました。気をつけましょ う, う、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、今回ご紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入り口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口、そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば、県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かい、マンモス交番横、所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてこのコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品をご紹介しています。さあ、皆さん今週は何でしょう。はい、今週はですね、こちらの解凍紅茶をですねご紹介させていただきたいと思いますね。なるほど、秋これから美味しいもん食おうと、 そうですね、その前に整えとこうと、 そうですね、そういうことですね。そうですね、はい、はい、もうぜひこの秋に向けてぜひまあ、食欲の秋、ね、この解凍紅茶でぜひということでご紹介、整えておきましょう。はい、ありがとうございました。今日は一心堂薬局の小木秀幸さんにお話を伺いました。小木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。